入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの吉田です。マナビズムの江戸です。こんにちは。こんにちは。今回の質問です。この前ですね急ですねこの前ですね、上智大学の大阪サテライトキャンパスと、はい、まあ、近畿大学の方で、あの東大阪のね、近畿大学の方で講演会を、ね、させていただきました、うん、それもですね、あの、まあ、YouTube を見て、うん、あの、まあ、オファーが来て、その大学の職員の方に向けて、まあ、こういう話でぜひしてもらえたらみたいなオファーがあって、うん、分かりましたっていうことで、まあ、引き受けて、うん、で大学の関係者の方とすごく、あの、親しくなれてですね、まあ、いろいろ、ここから面白くなっていくんじゃないかなと、まあ、同志社大学さんとか龍谷大学さんとか、とちょっとつながりができて面白くなっていくんじゃないかなっていう感じなんですけど、結構この YouTube チャンネルね、はい、近大の広報の方 もう見てて、実は見てて、これね、もしその矢沢が講演会とか、してほしいっていうのが、あるんだったら、もしよければそのホームページとかから、いただけたらなと、そういう依頼いただけたら、こちらも、もちろんできることできないことありますけど、こちらも検討して、真摯に対応させていただきますので、もしそういう方がいらっしゃったら、ぜひ、お声掛けください。あと、もし高校生がその例えば高校に来てほしいとかね、そういうのがあるんだったら、学校の先生に、こういう人がいんねんけどって YouTube 見せて、ぜひそういうの言ってくれたらね、僕も、高校生からのオファーだったらちょっと高校には行けないんですけど学校サイドからのもしオファーとかそういうのがあれば、言ってくれたらなと思います。それでは、あ、そうもう一個ある、はい、もう一個ある、はい、これ今言って多分大丈夫やと思うんだけども、はいはい、週刊ダイヤモンドというめっちゃもう日本で一番売れてるビジネス週刊誌に、僕が出ます。僕が出ますが名前だけなんだけど、カンカン同率の話をね、するところがあって、まあ、そこでちょっと、お話しさせていただいたというか取材してもらったんで、またそこに収録されるんで、よし、もし、カンカン同率をね、行きたいっていう人はそのダイヤモンドご購入ください。9月24日発売だったと思います。はい、お願いします。はい、それでは今回の質問に行きたいと思います。はい、大学受験をする意味を見失いつつあります。はい、みんなが同じような勉強をし同じような生活をする、これに何の意味があるのか分からず混乱してます。大学受験とはそれほど人生においてしんどい思いをして乗り越える重要なことなのですか、という内容です。深いですね。深いです。どうですか、大学受験をする意味でしょ。はい、うん、こんな検索しそうよ大学受験する意味みたいな、みんな検索しそうやな。うん、まあ、一つこの方が質問されているところに引っかかったのが、人生においてそれほど重要なことなのですか、というところなんですが、お父さんお母さんとかその辺におるサラリーマン捕まえて、今まで一番人生でしんどかったな、重要やったな、あそこターニングポイントやったなって思えるポイントどこですかって聞いてみてください。大学受験ですって答える人一人もいませんよ、絶対。まあ、一人もおらんねん。はい、うん、っていうぐらい僕らにとってもさ、あの大学受験ほんま乗り切ったから今の人生めっちゃ変わったみたいなっていうほどでもないですし、っていうところでまずこの方が少し誤解されているかなと思うのは、大学受験とはそれほど人生において重要なことなんですかと。まあ、重要は重要ですけど、そんなめっちゃしんどい思いして、うわ、あそこがあったから今の俺があるみたいな、そんな人生の最重要ターニングポイントではないです。まず一つそれが言いたいです。で、話されましたが、大学受験をする意味なんですが、伝わるかな、まあ18歳の子らにとってできることってやっぱめっちゃ限られてるんですよ。例えば今見てるこの18、19歳の君たちがめちゃくちゃオリンピックに出れるほど足が速かったり、もうピカソみたいな絵を描けたり、そんな天才的な何かスキルがあるのであれば絶対勉強なんかせんでいいですよ。ただ普通の18歳、19歳、何も持ってません。うん、なので勉強して高いところに立つんですよ。まあ大学という
高いところに立って、そこから初めて見える景色っていうものがあります。で、そこから見て、あ、俺はこれができるかなとか、あ、これがしたいなと、あ、これやったら俺結構突き進めそうみたいなところが高いところに立って初めて分かるんですよ。なので僕はそういった意味で大学受験というものはする意義は大いにあると思います。はい、それが僕の回答です。バッチリです。あ、ありがとうございます。じゃあ僕なりの論を、はい、お願いします。大学受験はする意味ないと思います。ほう、うん、する意味ないと思いますね。一発目からだった。だって俺言ってんもん、授業で、はいはいはい、もう別にやりたなかったらやらんでいいし、うん、そのしかも人に迷惑かけてやってる、迷惑かけてっていうか人、いろんな人に応援してもらってやってるもんやん。自分の力で大学受験してないでしょ、うん、それ分かってのはちょっとあかんと思うんだけど、その親に迷惑かけたりとか、いろんな人の援助を受けて勉強させてもらってるのに、その別になんか大学受験する意味とかあるんみたいな言ってる子はする資格ないから、もうやらんでいいと思う、うん。で、大学受験なんてする意味ないよっていうのはちょっと刺激的すぎるかもしれへんけど、やっぱ思うのは、いや大学受験ごときできひんのに、なんか大したことできると思ってるんやったらちょっと寒いでっていうのは思うかな。いや、そのね、オルミンやって、そのさっきさ、道端に俺サラリーマンに聞いてくださいよ、何一番頑張ったと思いますって言ったら、俺結構大学受験って言う人多いと思う、多いと思うね。ほんますか。うん。今まで一番頑張ったこと何？いや、まあ僕ぐらいの年代だったらまだ許されんの。え、でもそのままさ、年いってさ、じゃあ大学受験以上のさこと、今からまたこう自分でこうバーンってなんかこう目標掲げて、うん、あの時ぐらい頑張れることってすごい少ないで、大人になって。あ、なるほど。でしょ、はいはいはい。その僕の年代だったらっていうのが、あと7年後30になっても、うん、やっぱ大学受験ってなってるかもしれない。俺結構、俺面接とかしてても会社の、はい、何、言うんよ、みんな、うんうんうん、ほんま大学受験が人生のタイミングポイントになって、マジで大学受験頑張ったんです、まあ、塾やからかもしれへんけど、はいはいはい、いや、それ面接で言うなよっていうふうに俺むっちゃ思うわけ。はずいやんです、ね、それが一番頑張ったって、うん、はずいねん、これ、うん、ああ。それ東大とかハーバードとか、東大教だ、半大もな、半大も入れとくけど、なったら、あ、頑張ったんやってなるけど、いや、でも東大とか京大とかハーバードとか、なか半大とか行ったとしても、俺、大学受験って言ってほしくないね、うん、そうですね。ああ、だって、そんなざらにおんもん、はい。だからね、これ、他の動画でも言ったことあるんじゃないかな、コモディティ化っていうね。ほう、うん、コモディティ化っていうのがあって、まあ、均一化ね、つまり吉野家か松屋かすき家か、あ、どこ行きますって言われた時に、え、こ、あの吉野家、松屋、どこでもええやんっていう風に思う。まあ、もしかしたら吉野家が好き、俺は結構吉野家好きやから吉野家って言っても、あそこの A という吉野家、B という吉野家、C という吉野家、どこの吉野家どこでもええわいって話で、うん、学歴なんてそんなもんやと思ってる、うん、そうですね、うん、東大なんて別にいくらでもおるし、うん、京大とかいくらでもおる、そんなで、その大学受験、その自分がそのどこの大学を卒業したかみたいなレッテルというか、そのブランディングのために、うん、そのホリエモンとかも言ってるけど、うん、日本の大学で東大以外に行く価値なんてないよと言ってないけど、うん、俺もまさにその通りだと思ってて、関大卒やけど、はい、別に俺やめよう思ってたから、うんうん、別にそんな大学の名前とか関係なく、結局自分がどういう人間であるかの方がよほど大事やから、別に俺は大学受験、多分この子が思ってる大学受験というものにはあんま価値を感じ、はいはいはい、価値は感じ、はい、ただ大学受験には価値を感じるけど、自分で決めたことを達成するというのにはすごく価値を感じる俺は。だからもし君がここの大学に行きたいって言って始めた受験勉強を途中で投げ出すんやったら、一生お前はそういうやつやでっていうことを俺は言いたい。おー、うん、だから成功するやつは別に大学受験してもせんでも成功するし、成功せえへんやつは大学受験しても成功せえへんし、せんでも成功せえへんから。だからこういう質問はね、こういう質問してくる時点で
厳しいけど意味を見失いつつあります。だ意味がないと思います。意味がない大学受験勉強してると思います、うん、ただ俺は家近い、楽しそう、神田行きたいで神田に行ったけど、それでどう、うん、だってその感情を優先して前に進める人なんだろ俺は、うん、でももしいやどうしようなんか意味感じひんなやったら意味感じひんもんに全力になられへん、うん、基本それって絶対ダメなことよね。ちっちゃい頃やったら俺はヒーローになる、ね、俺は なんとかレンジャーのレッドだとかいう風に言えて夢を追いかけれてたのに、大人になりすぎよこれは、うん、意味がなかったらできひんっていうのは俺大人なりすぎや、うん、もっと自分の感情を第一にして前に出して突き進んでもいいんじゃないっていう風に思います。はい、いいなと思ったらいいねしといてくださいお願いします、はい、で、Twitter とかでもこの動画見ろってみんなに拡散してください、うん、はい熱い話でしたはい、それではこの動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。質問は説明欄にある LINE アットに登録してそこから投稿するようにお願いします。取材、講演、執筆依頼はホームページのお問い合わせフォームからお願いします。チャンネル登録よろしくね。よろしくお願いします。